モノマルケ姫、神もモノノケも出てくるアニメ3話が面白すぎることについてここで語ろうぜ。ではどうぞ。クモの巣が口に入るのは普通に嫌だ。夜の山とか真っ暗で歩けないやろ。いつの間にかでバッサリできちゃう若えよ。どんな鬼でも倒すことができる。高氏も人望かなりあるがな。2年前の大河で鎌倉から信濃に逃げようとして捕まった若君がいましたね。劉備そうやな、人徳は大事。このアニメ、アバンなしでやっていくんかな。ご覧の通り落とし穴、あなた様がこの道を通る未来を見ましたので、昆虫食はご遠慮願いたいので一肌だけお願いします。我が庭に初太を囲う優しいおじさん、時行ご一行、もう諏訪大社に到着。俺も時行様のお世話をしてー。あ、おいたいち、御柱の先っぽ切ってないやん。どこに逃げてもこのやべえ諏訪頼重が追っかけてくるという地獄についてどうですか次郎時行くん。兵法嫌いはこう。逃げ上手は言う方。なぜなら私、本物の神様ですから。ギリシャの神様も美少年好きだし、あながち嘘じゃないのがな。アニメの雷なのかリアルの雷なのかわからんくなった。要は若様はターゲットになる酒専門タンクになりつつ、他のパーティーが攻撃や誘導をしつつ、殿にとどめを刺させると。孔明の天候を操る能力みたいなやつかな。連続で和風アニメ、連続で嫌な文句はされる主人公、連続で悪天候の中逃げて失敗する主人公。諏訪の地より、後の火星のウンディーネと沼津のスクールアイドルに継承された異能である。頼重の心力の表現も力入れてきてるなぁ。こうして見ると諏訪すごい。それでは頼重が神にならんか？仏門との兵士は厄介だよな。信長石山本願寺はクソ。一つ前の番組の神様よりも神様みたいなことやってのける。太陽だけが笑かしに来てる。マサルだけじゃなく何らかの裏付けもあると強い。本当に大丈夫なのか心配になる。該当地域も晴らしてくれ。しかしこの劇的演出で信頼させる手腕、役者だなぁ。あの稲子、佃煮じゃなくて生稲子だったのかよ。もう落とし穴はこりごりですな。頼重さん頼りになるけどうさんくさくて大好き。頼重神のうさん臭ムーブとイケメンムーブの温度差マジで風邪ひく。彼らだって、そういつも熱狂的じゃありませんよ。確かにそれはそうなのですが、このアニメの塗りって昔のセル塗りっぽさがある。やっぱりわざとかな。時行、担がれると、ただのただっ子だし、やっぱり子供なんだな。って思い出す。アニプレはほんと円盤強気だよな。愛知館あたりの話数。時行のツッコミ、痛快で聞いてて気持ちいい。力の実態を見せてこそ、人は信じるのかもね。それにしても、頼重、オンオフの差がでかすぎる。頼重どのうちの方の大雨も止めてくんない？窓の外すっげーザーザー言ってんだけど。しかし原作のギャグ拾いつつうまいアレンジ挟んでるなぁ。髪は丸ワイプで閉じるところまで綺麗に落とします。まっこと良き中村雄一であることよ。さくな姫と逃げ若連続で見るとシナジーあって楽しいぬ。落とし穴を落ちにすな。信じはするけどスリスリは全力拒否する時行様。あい。時行とよりしげいなほっこりする。逃げで勝つのでなくても、所詮一人じゃ何もできないから老頭イコール部下は必要。老頭とは命がけで戦う配下である。横山三国志とかでも軍師とかが祈祷とかすることで士気を爆上げしてたな。絵巻物や木版が消しゴムハンコっぽくもあるのような画風も見れて楽しい。労働という家臣集めあるし君と同じことするのね。ん？今何でもって言ったよね。諏訪大社は大和王権に抗った立つる御名方神が祭神だもんな。割と理想的な何でも来たな。老頭の意味分かってなさそうな怪力女ちゃん好き。初手鬼ごっこキャンセル。小次郎キュンになら部屋にクソされてもいいよ。赤い霧はさすがに。確か、諸葛孔明も天候変えるときに近隣住民にどんなタイミングで天気変わるか聞いて、それに合わせて祈祷とかしてたとか演出は大事。赤い霧にしちゃったら食べれないよ。怪力女の狩りの仕方が強引すぎる。ウサギさん逃げて、蝶逃げて、あー。
弱肉強食、ひどい現実だ。人を食べる巨大な牛鬼が普通に出てくる世界観なのか。何ローストビーフ丼食ってんだこの人。若尾とふさにかばうあやこちゃん偉い。漫画日本昔話の金太郎に登場したイノシシみたいだ。なんかもののけ姫に出てきたイノシシみたいな化け物が出てる。怪力なのも怖いが、これから殺すウサギをぴょんちゃんと名付けているところが一番恐ろしいと思うのは俺だけか。早速殺生と生臭肉食べてるし、あやこちゃん怪力がすぎる。何かいきなりファンタジー要素で描いてきたな。どこのひし神だ。諏訪は牛鬼でいいよな。影の地なんて熊どころかカバだぜため息。安全圏から指示を出すしずくちゃん。相手を騙すならば、まず味方からは定石通り。やめと動かすとこのメリハリええやね。もう落つこと主じゃんこれ。もののけ姫じゃん。相手を騙すならば、まず味方からは定石通り。綺麗に避けるのやっぱ気持ちいい。もう落つこと主じゃんこれ。もののけ姫じゃんこれ。そこだけセルガだから動くってわかっちゃうの演出わざとやっている気がするなこれ。ガチ怪物クラスのデカさ、そしてぬるぬる動くなぁ。北条時行は追い込まれている時、生きる喜びに満ち溢れて楽しそう。東優は追い込まれている時、そうだね。太古の縄文時代から、諏訪あたりは槍先や刃物になる、打製石器の鉱石の産地だったんですよ。この作品致命傷を回避する演出好きだな。エルデンリングで敵崖から落として倒すみたいな。よく動いているけど演出的には省エネ回かな。その省エネが普通のアニメを凌駕しているのだが、温泉に浸かるシーンで直接的なグロ回避。何気にしずくもあやこもネズもみんなハマり役なのすげー。助け合える相手、まさに今の時行きに繋がってくる。温泉会議とか羨ましいな。旧石器時代から知られる諏訪の黒曜石だ。なんで服着てるの？若気味の裸見せろよ。温泉では脱いだ方がいいよ。しずくちゃんのスリット太ももエッチだ。一人でいる。それが魔道に落ちるという悲しさ。それを象徴した今回のボスよ。ここだけ見ると都市相応なんだよなぁ。これは唐突に召してるお肉。長者党をよろしくお願いします。この地でみんなで強くなろう。そういや、昔は服着て風呂入ったりするんだっけ。鎌倉殿の最初の方で、頼朝がそんな感じで風呂に入ってたような。頼重さん美味しいところは持っていく物理。頼重さん、さらっといいところ持っていった。黒曜石が落ちてて、温泉が湧いてるから下諏訪だな。来た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 小笠原。おかしい、頼重様の体積より明らかにあのイノシシの肉の体積の方が大きい。ハンターハンターかよ。最初のカットでいきなり主人公の墓を映すロックすぎるエンディング。そうか、これ時行の墓か明るいエンディングに見えてそうなのか。子供たちが一生懸命買った獲物を勝手に全部食う大人の姿である。汚れ払いだから仕方ないね。仕方なくないね。大人気おめくり返しギョロギョロおじさん。いやー体感時間短い。超絶楽しい。なんだかんだ、時行はいい仲間に恵まれたな。もうなんか千里眼的なやつで企んどるのバレとるやん。来週小笠原定宗がついに来る。楽しみすぎる。バス運転手がおじ上なのがまた。小笠原定宗は青山稔さんか。これは楽しみ。人気投票あったら結構良い結果になりそうな定宗来た。アニメ逃げ上手の若君からは制作陣の愛情を感じますわね。作画も演出も構成もアニオリパートも素晴らですのよ。あの銃は獅子神様の末だったか。神もまた孤独に落ちれば魔道に落ちる。しかし切ない余韻もう少しちょうだいよ。ギャグの時間長すぎるのよ。なんだこの道の端によって皆様のお邪魔にならないように撮ったような CM は。服を着たまま温泉に入るのが鎌倉スタイルなのかな。エンディングは高氏だけ装束が現代なのは時代を回す DJ という意味以上に何かがあるのかしら。エンディング見ると、死んだやつも下劣なやつも、みんな仲良く楽しそうにしてるんだよな。この緩急つけた演出、
本当にたまらない快感。進行のテンポが素晴らしい。なるほど。鎌倉時代こんな風にイノシシと人間が争って戦国時代もののけ姫の王争乱に繋がっていくのか。それにしても、夏のコミケは逃げ若の同人誌が席巻しそうだな。作が良すぎるし立山明渉さんの劇版も良い。ぼっちぼろ丸さんのエンディングテーマ曲、最高に良い曲だな。これまで進んだ鎌倉時代を P オープニングな感じになっていて、すごいよ。小笠原、絶対に大塚芳忠さんだと思ったけどな。定宗登場、初登場はそんな楽しげな感じじゃなかろうに。む、これは疑いようのないヒロインの目ですわ。逃げ上手の若君に諏訪大社が。逃げ若、ドッキリしたり桃鉄出てきたり、娘が爆笑してるわ。今る岡さんに青山さんと個人的にすごい好みの声優さん出てきてくれてとてもありがたい。小笠原定宗マジいいキャラしてるからアニメめっちゃ楽しみみたい場面大量にある序盤のザクセ教松井先生キャラ。な、なんなのこの神アニメは、3話になってもまだ困惑してる。同等つまり主人公以外のメインキャラとの協調をしようとしたわけだが、大丈夫時行様なら逃げられるだろうとばかりおとりにしてたり何気にひどい倒し方とかやっぱこいつらも諏訪より茂の息がかかってることがよくわかるなぁ。温泉は脱いでいれよ。って思ったけど来てるのにこれだけ一致になっちゃう若様が脱いだら18禁になっちゃうからやめたのかな。定宗殿もアニメデビューとあの魅力がアニメで拝めるの楽しみ。定宗殿の声、青山みのるさんかヤバいおっさん役としてかなりいい感じの人が来たな。原作の方は今すぐにも若君の若君を加えそうな勢いだったのに。神パワー発動時に絵の方も覚醒。とはいえやっぱりうさんくさい神様です。イノシシ相手に鬼ごっこ。同等の頼もしさと同時に、一人きりで生きる末路として時行との対比になってるように思えてよかったです。日常会、ではあったのかな。次からもう長寿のご先祖様が出てくるのか。長者党結成会も良い構成してて楽しかった。ところどころに縁が印象に残る演出が、長者党を結ぶ縁にかかっているようで面白かった。相変わらずクオリティの高い映像に満足度高い。人と人との関わりとそれによる変化こそ松井作品の真骨頂だからこういう会も良いんだよね。頼重とか定宗とかのおじさんたちから学ぶのも好きだけどやっぱり長者党のみんなとの関わりも大好きだから B パートでしっかり主従で友達な時行と小次郎綾子雫が書かれててよかった。動物がひどい目に遭う箇所をすごい気使ってぼやかしてくれるからストレスなく見れるの地味に嬉しいな。1話で柴犬ちゃんが戦場から逃げてくのも書かれてたし。すごいどうでもいいんだけどオープニングの歌詞テロップが白地でよく見えない。頼重の語弧で急に見やすくなる瞬間がちょっと好き。音楽と演出ですわ。頼重の頼れる感と長者党の絆が深まる瞬間をより印象深く書いてくれるの。え、なん？こんな理想のアニメ化を一番好きな漫画でしてもらうって何？今回は以上になります。このチャンネルでは最新のアニメのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので興味を持った人は良ければ高評価チャンネル登録コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。